やめろ。なんで止めるんですか、この意気地なし八方美人。夏田さんって結構喧嘩っ早いですよね。そう、昔っからね。大変ですね。でもあいつが怒るのって俺の代わりでさ。あいつが小さな体で俺の代わりに怒ったり泣いたりするから、俺はこうやってうまくやれてるとこはあるから。ああもちろん、その13倍はひどい目に遭わされてるけどね。リアルな数字ですね。だからごめんって。夏さ、今誰がいる？イクトさんたちが病室小さいんで出てきました。そうか。おお、夏さんの酵素玄米久しぶり。ダメ、伊吹先輩は試合中役に立たなかったし、せいは僕に意地悪するし。また夏田さん、意地悪なのはどっちですか？はい、どうぞ。強い。夏田、部室行ってみね。行ってみましょう。来てよかったです。気安く触ってんじゃねえよ。何勝手にやつに言ってんだよ。裏でアシストした知能派キャラみたいな立ち位置気取ってんじゃねえぞ。うるさいですよ、学来で。誰のせいだと思ってんだよ。昔お前が俺のパンツにガを入れたのがトラウマになってんだよ。それはほんまひどいな。蝶々と間違えたんですよ。だとしても人のパンツに虫を入れてはいけません。何見てるんですか？あ、まさかあの悲劇のヒロイン押し売り野郎に連絡したんじゃないでしょうね。また人の母親に変なあだ名つけて。だってそうじゃないですか。連絡してないのに俺が大分帰ってきたのを知ったみたいで連絡してきたんだよね。もうだから田舎嫌なんですよ。速攻で噂回るから。やめてくださいよ。何が？会わないでくださいよ。それじゃなくても最終試合ピンチなのにまたややこしくなる。会わないよ。じゃあいいです。あー、お腹いっぱい。お前小食なのに果物と寿司だけはよく食うよな。いっぱい食べる後輩の方がおごりがいがあるでしょ。かわいい後輩ならな。かわいい？じゃあ小首をかしげて上目遣いに伊吹先輩を見ながら、食べ物が歯に当たるか当たらないかの絶対味分かってねえだろって段階で、すごい美味しい、こんな美味しいもの食べたの生まれて初めてって言えばよかったですか？だいたい伊吹先輩は。やめて、揉めたくない、揉めたくない。俺が悪かったです。分かればいいんです。背の家で寝るの久しぶりだな。お前そんな寝方したらまた首に負担かかるぞ。伊吹先輩、時間です。行きますよ。やめて、まだお話の途中なの。伊吹ちゃん、伊吹ちゃん待って、伊吹ちゃん。夏さ、だったらそんなところでぼーっと立ってないで、てめえで奪いに来いよ。あんたはいっつもそうだ。自分では何にもしようとしない。弱いこと武器に気を引いて、伊吹先輩が助けてくれるのを待ってる。そのくせ頑張ろうとする伊吹先輩の足を引っ張って、大学入学の時にあんたがしたこと、僕は絶対に許さないからな。あの時はしょうがなかったのよ。母さん、悲劇のヒロインしたいなら一人でやれ。いい加減にしろよ。これ以上伊吹先輩を巻き込むな。夏さ。夏、誠一郎、夏さ連れて先行っといてくれ。伊吹先輩。大丈夫、ちゃんと行くからな。でも約束しただろ。大丈夫、夏、行こう。夏さ、近づくな、嘘つき野郎。しょうがないじゃん、来ちゃったんだから。またそうやってすぐん。もうしないよ。
諦めたり変に同情したりもうしない。大丈夫。ありがとな。言葉はいらない。行動で示せ。はいはい。伊吹さん大丈夫でしょうか。溝落ちに入っちゃったね。ノックオンなんかしてんじゃねえよ。厳しい。夏さ、夏さ、しっかりして。あ、傷は深くないそうです。10分で血が止まれば再出場できます。いえ、ワセリン塗ってテーピングしちゃおう。はい。夏田さん、ごめん、手が滑って。もう少しタオルで止血しようか。はい。何ですか？怖いんですか？怖いのはお前だろ。はあ？大丈夫だ。血の量多いだけで脳震盪もしてない。心配すんな。別に今さら心配なんかしてませんよ。そうか、震えてんぞツンデレ。別に震えてませんけど。夏さ、僕が怪我した時も泣いてたもんね。泣いてません。痛い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 。そうかな。痛い痛い痛い。傷口引っ張ってる。余計なこと言うからでしょ。だからって引っ張るのもいいでしょ。こんなのツバつけ。じゃあ夏さとせいちゃんが伊吹お兄ちゃんの家族になってあげるね。昔の俺に言ってやりたい。大丈夫だよ、ちゃんと手に入るよ。諦めなかったその先に、今のお前が想像できないような形でちゃんと手に入るから。だから諦めるな。ご満足いただけましたでしょうか。分かった。じゃあ俺はお前が満足するまで俺の人生をお前とラグビーに捧げる。まだまだこれからでしょ。僕も伊吹先輩も。そうだな。夏田さん、伊吹さん呼ばれてますよ。